多数のハエナワ用針が整頓してある様子。ハエナワの漁具を積載した漁船。ハエナワ漁をしている漁船の周りに集まってきた海鳥の群れハエナワの針に引っかかってしまったアホウドリハエナワは漁業に使われる漁具の一種。一本の幹縄に多数の枝縄をつけ、枝縄の先端に釣り針をつけた構成となっている。また、ハエナワを用いた漁法をハエナワ漁と呼ぶ。 ハエナワ漁は古くから用いられた漁法でハエナワを漁場に仕掛けた後しばらく放置して再びハエナワを回収して収穫を得る。網を使った漁法に比べて時間がかかり漁師の作業量が多く効率の点で劣る。狙った魚だけを獲得するのが比較的可能であるため漁業資源に対して優しい漁法だという利点を主張する声がある一方で 海メや海鳥が針にかかり死亡するケースが多い。ためにこの漁法を問題視する声もある。生え縄の構造は、幹縄に、のれんのように、枝縄を何本も、一定間隔に垂らすようになっている。枝縄の先には釣り針、または、疑似餌がつく。また、幹縄を支えるための浮きを取り付ける、浮き縄もある。 三木縄の長さは数十メートルから数百零メートル。マグロハイ縄などでは10キロメートルから100キロメートルを超えるものもある。ハエ縄を扱いやすくするため、三木縄は比較的短く分割できるようになっている。この分割単位のことを蜂と呼ぶ。蜂はハエ縄を巻き取り保管するための蜂から語源が来ている。ハエ縄の仕掛けを設置することを投げ縄、回収することを 用縄と呼ぶ。現在ではほぼ機械により、枝縄の取り付け、捕獲した魚の回収なども自動化されている。ハエ縄は、さらにハエ縄の張る深さによって、浮きハ,ハエ縄と底ハエ縄の二つに分けることができる。ハエ縄を水面近くに張り、水面近くを回遊する大型魚を狙う方法である。主にマグロや鮭、マスなどを漁の対象としており、マグロハエ縄はこれにあたる。 そこハエナは、ハエナワの一パチ間隔にチンシと呼ばれる重りをつけて、そこ近くにハエナワを張り、底付近に生息している魚を狙う方法である。主に、タラやカレーヒラメ、タイなどを狙う仕掛けである。日本でのハエナワ漁の起源は、はっきりしていないが、古くから行われており、古事記や古今集にも、その記載がある。古くは、チヒロナアとも呼ばれた。しかし、 室町時代以降は、漁網が発達し、小型魚に対する底ハエ縄による量は、次第に衰退し、マグロなどの大型魚を狙う量を除いては、網を張ることが、難しい岩礁体で使われることに限られていた。しかし、網による量はその効率良さや、狙った魚以外も引き上げてしまうため、漁業資源の枯渇が問題となっている。スケソウダラなどではハエ縄による量に限るなど、 ハエナワ漁法への見直しが行われてもいる。マグロハエナワ漁は、江戸時代の18世紀中頃に、紀伊半島から房総半島の南端に移り住んだ漁民たちの手により、現在の立山市にあたるメラ港で始まったと言われている。メラには、記念碑も混流している。ハエナワによるマグロ漁は、日本各地に広まり、最も有力な漁法となっている。太平洋戦争後は、 日本近海のマグロ漁獲港の減少が進み、またマグロ需要の増加を受けて、日本のハエナワ船がインド洋、オーストラリア南方から大西洋まで進出した。欧米各国はマグロの激減をハエナワ漁に原因を求めており、マグロ漁の全世界的な禁止を提案している。タコは岩礁などの狭い場所を好むが、この性質を利用して、 タコズボやタコバコを使った漁は日本各地に見ることができる。新潟県では、このタコバコを、ハエ縄の枝縄の先に数十個取り付けたタコバコハエ縄を使って主に水ダこの漁が行われている。アメリカのチェサピーク湾は、カニ漁が盛んであるが、そこではトロットラインと呼ばれるが、枝縄の先に針ではなく、餌をつけてカニを取る漁法である。 カスピ海や国海では短い間隔の餌をつけないハエナーを使って通過するチョウザメを引っ掛ける方法で漁を行う。一時期は同地域で広く行われていたがチョウザメの激減の原因とされ現在ではこのような漁法はほぼ禁止状態である。ありがとうございます。